日本で古くから食べられているあるお菓子が海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、ひなもとまこです。今回は、何この奇妙な食べ物は、アメリカ人女性が理解できないという日本のあるお菓子を食べた結果の話題です。海外、食べたらうますぎた。日本人では当たり前の食べ物でも、初めて見る外国人さんにとっては奇妙に見える食べ物もあるようです。今回ご紹介するのは、初めて日本に来たアメリカ人女性が日本のある伝統的なお菓子を見た時のエピソードです。彼女が驚いた日本のお菓子とは一体何だったのでしょうか。そしてどのように感じたのでしょうか。早速見ていきましょう。日本へ転勤することになったパパについて、ママと3人で4月の上旬に日本に来たの。パパの日本への転勤を一番喜んだのは私よ。日本のアニメが大好きで、アメリカにいた頃日本のアニメばかり見ていた。だから日本に対してずっと親近感を抱いていたの。あっという間に季節は9月、秋だけどまだまだ暑い日が続いていたわ。充実していると時間が経つのを早く感じるという話は本当だったと強く実感している。先週の日曜日の話なんだけど、ママに誘われて和菓子屋さんについて行ったの。日本の和菓子は色合いも形も素敵で、まさに芸術そのものね。インスタでカラフルで華やかな和菓子の世界をうっとり眺めるのが大好き。気づいたらあっという間に時間が過ぎていることもしょっちゅうよ。ママから好きな和菓子を買っていいよと言われたので、私は淡いピンク色と水色の練り切りを選んだ。ママは日本に来てからハマっているおせんべいを数種類手に持っていたわ。お会計をするためにレジに向かったんだけど、レジ付近にある謎の黒い物体が目に飛び込んできたの。透明のパックの中に3つずつ黒いボールのようなものが詰められていて、全部で4パックくらいあったかしら。ママに、これも和菓子なの?と聞いたんだけど、ママは不思議そうな顔をして、知らない、初めて見た、と言ったわ。何この奇妙な食べ物は、美味しいのかしら。なんだろうと思っていると、女性のお客さんが急いだ様子で後ろから小走りでやってきた。店員さんはお客さんの顔を見ると、お彼岸のおはぎですか?と声をかけたの。店員さんがまだありますよと伝えると、なんとお客さんは4パックすべて購入したの。お客さんのとても嬉しそうな顔を見て、私はお彼岸のおはぎと呼ばれていた食べ物にものすごく興味を抱いた。今のお客さん4パックも買ったわよね。お彼岸のおはぎと呼ばれている真っ黒のボールのような食べ物はものすごく美味しい和菓子に違いない。次の日大学に行って和菓子屋さんで見たお彼岸のおはぎの話をしたの。そういえばお彼岸の時期だね。あの和菓子屋さんのおはぎは大人気で、春と秋のお彼岸の時期は100パックすぐに完売になるんだよ。なんと、友達によると午前中で完売になるのも珍しくないほどの人気商品とのことだった。おはぎはもち米で作ったおにぎり状のものにあんこをつけたものであることが分かった。あんこは確か豆で作った甘いスイーツよね。あの黒いのはあんこだったのね。パパやママがどら焼きとかをよく食べているので、あんこのことは知っていたわ。友達から話を聞いて、和菓子屋さんで売られていた真っ黒のお菓子の正体が分かったけれど、どんな味なのか全く想像ができなかった。あんこは甘い、甘いおにぎり?おにぎりとあんこがどうしても結びつかなかったからよ。おはぎに興味を持っている私を見て、友達はある素敵な提案をしてくれたの。友達のおばあちゃんがおはぎ作りの名人で、次の休みの日に一緒におはぎを習いに行こうよとの提案だった。私はもちろん絶対に行くと即答したわ。日曜日に友達と大学の正門の前で待ち合わせをして、おばあちゃんの家まで一緒に行った。おばあちゃんの家の中に入ると、私たちは身支度を整えて台所に行ったわ。おばあちゃんはニコニコしながら、ちょうどもち米が炊き上がったところだよ、と言った。もち米が炊飯器で炊けるのは便利よねと感じたわ。あんこはおばあちゃん手作りの絶品あんこを使うとのことだった。でもあんこの材料が小豆と砂糖と塩だけというのにはびっくりしたわ。生クリームとかバター、小麦粉なんかも使われているんじゃないかと思っていた。
お皿にてんこ盛りにされたあんこの存在感は抜群だった。和菓子屋さんで見たおはぎのあんこは真っ黒だったけど、おばあちゃん手作りのあんこは少し茶色っぽく見えた。そしてどら焼きに入ったあんこと比べると粘着力が低いようにも感じた。市販のあんこはねっとりとした感じだけど、おばあちゃんのあんこはホロホロしている感じがした。おばあちゃんは3種類のおはぎを作ると言って、黄土色のような粉と緑色っぽいフレーク状のものが入ったお皿を指さした。きな粉についてはなるほどと納得できたけど、緑色っぽいフレークが青のりというのにはびっくりしたわ。青のりのおはぎ？全く味をイメージすることができなかった。ドキドキしながら私の初めてのおはぎ作りが始まった。もち米をバットに移し、水で濡らした綿棒でトントンと潰していく。おばあちゃんによると、半分くらいを目安に潰すのがポイントとのことだった。その後おばあちゃんと友達は手にもち米を乗せ、おにぎりを作る感じで丸めた。私も真似して3人で次々に丸めていったわ。もち米を丸めたものをあんこで包むと、あんこ味のおはぎが完成した。砂糖を加えたきな粉をまぶすと黄色いおはぎができた。青のりはどうするのかなと思っていたら、なんともち米の中にあんこを包み、表面に青のりをまぶすとのことだった。青のりには砂糖をまぶさないそうなので、どんな味なのかは食べてからのお楽しみね。すべてのおはぎを作り終わり、私たちは居間に移動し、できたばかりのおはぎを食べることにした。おばあちゃんが熱い日本茶を入れてくれた。おはぎにはやはり日本茶が一番合うとのことだった。まずはあんこのおはぎから。パク。あんこが甘すぎず上品な味わいが口の中いっぱいに広がった。なるほど、美味しい。ほろりと優しくほぐれ、とても美味しかった。日本茶を飲むとため息が出るほど美味しいと感じた。次はきなこ味のおはぎを食べてみよう。パク。なんて香ばしいんだろう。きな粉は大豆からできているとのことなので、体にも良さそうね。そしてついに青のりのおはぎだ。もち米の中にはあんこも包まれているのよね。青のりといえばお好み焼きやたこ焼き、焼きそばにしか振りかけるイメージがないけど、一体どんな味なのかしら。パク。鼻に磯の香りが広がった。正直な感想を言うと、青のりのおはぎは苦手だなと感じたわ。でも友達は青のりのおはぎが一番好きとのことよ。おはぎを食べ終わると、おばあちゃんが興味深い話をしてくれたの。おはぎは平安時代頃から春と秋の2回、お彼岸の時期にお供えされてきたものである。小豆は赤い色をしており、赤には魔除けがあることから、ご先祖様への感謝の気持ちを込めてお彼岸の時にお供えしたそうよ。おばあちゃんはさらに興味深い話をしてくれた。秋はおはぎと呼ぶけど、春にはぼたもちと呼ぶそうなの。なぜこのように呼び方が違うのかというと、花が関係しているそうよ。秋のお彼岸の頃に萩の花が咲くことからおはぎ、春はボタンの花が咲くことからぼたもちと呼ぶことが分かった。豊かな四季があり、風情を大切にする日本ならではのグルメだと感じた。家に帰り、おばあちゃんと友達がお土産用に用意してくれたおはぎをパパとママに手渡したら、すごく喜んでくれたわ。パパとママがすぐに食べたいというので、私は2回目のおやつを食べることにした。おばあちゃんが気を利かせてくれて、日本茶のティーバッグもたくさん持たせてくれたの。私の家には日本茶を飲む習慣がなく、急須がなかったのでとても助かったわ。私は3人分のお茶を作ってテーブルに置いた。タッパーを開けると、パパとママは中を見てとても驚いた様子だったわ。緑色のおはぎを見て、一体これは何なの？と聞かれた。青のりよと答えると、パパとママは顔を見合わせて、オーマイガーと叫んだわ。やはりパパとママも私と食べる順は一緒だった。はじめは一番無難そうなあんこのおはぎから。パパとママは日本のあんこが大好きなので、あんこのおはぎのことはとても気に入っていたわ。次に食べたのはきな粉のおはぎだった。パパとママはきな粉を食べたことがなく、恐る恐る口に入れたけど、食べると目を輝かせながら、美味しい美味しいと大絶賛していたわ。そして最後は青のりだった。私は磯の香りがダメだったけど、パパとママはどんな風に思うのかしら。
ドキドキしながら見守っていると、パパとママは真逆の反応を見せたの。パパは私と同じで、これはちょっとダメかも、と頭を抱えていたわ。でもママはパパの隣で目をこれまで以上にキラキラ輝かせて美味しいと連発していたの。日本のおはぎのことがすっかり気に入った私たち家族は、その後定期的におはぎを買ってお茶の時間を楽しむようになった。おはぎは春と秋のお彼岸の時期にしか食べられないのかなと思っていたんだけど、特におはぎがよく食べられるのが春と秋の2回というだけで、いつ食べても問題はないとのことだった。スーパーでも一年中おはぎは売られているそうよ。おはぎはこれぞ日本の味って感じね。今では私にとっては一番大好きな日本のお菓子かもしれないわ。以上がエピソードの概要です。そんな日本のおはぎは SNS や YouTube などでもたびたび紹介されており、海外スレッドにもたくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。俺はすりつぶした黒ごまがいっぱいまぶされたおはぎを食べたことがある。美味しかったよ。食べる前は抵抗があったけど、食べたらうますぎた。甘い豆は苦手だったけど、日本のあんこのおはぎは甘すぎないから好き。つまりこれってお餅の一歩手前って感じ？ずんだおはぎのあんが枝豆を潰してできていると聞いたときは本当に驚いたよ。アニメ日暮らしのおはぎを見たときからどんな味がするのか気になってたの。これは食べたことがないから今度日本に行ったときにトライしてみようかな。大福みたいにあんこを包むんじゃなくて、あんこが餅を包むのが面白いと思った。以上が海外の反応です。黒い色の食べ物や甘い豆を苦手とする外国人さんは、日本のおはぎを苦手だと感じてしまう人も多いようです。でも一度おはぎを食べると、その美味しさにハマる外国人さんも少なくないようですね。さて、今回の話題はいかがだったでしょうか？ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。